アドベンチャーワールドにご来店くださいまして誠にありがとうございます。お時間になりましたので、ただいまより赤ちゃんパンダゆいひんのレクチャータイムを始めてまいります。さあ、やってまいりましたゆいひん。昨年の9月18日にお父さん永明とお母さん良浜の間に生まれたメスの赤ちゃんです。先日で生後半年を迎えました。生まれた時は手のひらに乗るほどの大きさで生まれてきておりまして、194g24cm 大きさで生まれてきております。この大きさ、アドベンチャーワールドでは一番大きな赤ちゃんだったんです。で、毎日お母さんのおっぱいを飲んですくすくと成長しまして、半年を経ちました現在では体重約12キロにまで成長しました。まあ、だいたいパンダの赤ちゃん成長はとても早くて、1歳で30キロ、2歳で60キロ、3歳で90キロとどんどん大きくなっていきまして、大人になる頃にはメスで100キロ以上、オスで120キロ以上にまで成長するんです。まあ、ゆいひんはあと3年から4年ほどかけてどんどんと大きくなってまいります。またパンダの赤ちゃん、このように生後3ヶ月過ぎから生後半年を過ぎる頃にはすっかり高いところにまで登れるようになるんです。で、ゆいひんも現在木登りの練習をしておりますが、だいぶ高いところにまで登れるようになってまいりました。毎日お母さんの良浜とも全力で遊びながら徐々に体の力をつけていっております。まあ、最近ではこのようにいろんなものに興味を示して遊ぶようになりまして、大変好奇心旺盛な年頃を迎えております。これからの成長も温かく見守っていてください。さあ、それではせっかくですので続きまして、質問タイムと移らせてください。はい、ありがとうございます。それではただいまより質問タイムに移らせていただきます。どうぞ。この際に赤ちゃんパンダゆうひ、またはパンダのことについて聞いてみたいということがあるお客様、ぜひ大きく手を挙げて、ありがとうございます。で、後ろにいらっしゃるお客様、少し間失礼いたします。はい、それでは質問です。パンダは走ると時速どれぐらいの速さで走るんですかというご質問です。ありがとうございます。まあ、普段は食べて寝てのんびり過ごしているパンダですけれども、実は走ると意外と速くて、大人のパンダですと時速40キロ以上で走ると言われております。で、ゆうひんはまだ走り始めたばっかりですので、ちょっとおぼつかない足取りでよちよちと走るんですけれども、今後ですね、徐々に成長していきますと、本気で走ったらもう私たちに追いつかれてしまうぐらいすごく速く走れるようになってまいります。はい、意外と運動神経はいい動物なんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さて、他に質問があるという方はいらっしゃいますか。で、この際に聞いてみたいことはありませんでしょうか。はい、さあ、皆さん大丈夫そうですかね。はい、ご質問ありがとうございます。はい、今ゆうひ勢い余って落ちてしまったんですけれども、パンダ木登りは得意な動物ですが、降りるのはちょっと苦手な動物なんです。今のようにちょっとバランスを崩して落ちてしまったりすることも多いんですけれども。